最小のインプットで自分の思ったところに翼を持ってってやる、そんなテーマ。うまく揺らす練習をすると思ってください。我々はほら、その揺れを利用して飛ぶのね。ブレーキコードでパラを操縦してるわけですよ。ハンドル切ってる感じになると思うんですけど、自分の思ったところに翼をどう持っていけるかみたいな。ブレーキコード低いイコールやっぱりロスっていうか、だから最小のインプットで自分の思ったところに翼を持ってってやる、そんなテーマ。ピッチングやろうと思ってもこんなんじゃなくて、身にこう揺れを、まあ、ブランコと一緒ですよ。こうやって最初 2,3 回揺らしたらちょうど揺れになったなっていうと、できるだけ引かないでその揺れを維持するみたいな。で、引くタイミングと離すタイミングと引く量と引き方で決まる。引くタイミングと離すタイミング、それは言うの簡単なんですよ。ピッチングを横から見ると、こうパイロット上がってるところがあって、それで翼がパイロットを追い越していくところがあって、で最後下に入っていくところ、その3つに分けるのね。でそれをクライミング、サーチ、アクセレーションって言ってる。でアクセレーションが大事で、アクセレーションってこうビューンとこう速度つけていってエネルギーが溜まるところなの。だからうまくアクセレーションしたテーマはね、上昇させるんですよ。パイロットをどう高いところに持っていくかな。だからこうちっちゃなあの勢いやる、まあブランコと一緒で、うまーく漕ぐとタイミングよくヒューンって上がるじゃない。稲岡さん昔ほら、鉄の棒をついたブランコあったじゃないですか。あれ変なタイミングでやるとガシャンってこう全然揺れないね。その、あの、だから基本真下で上がりたいわけだから、真下の手前で引くと実は下がっちゃうんですよ。なんで、例えばランニングするときでも、こう上げて降りたいでしょ。だちょっとなんかこう揺れてて、下がってる時引いても、まず効かないでしょ。それはまあ下に下がってるからね。それはまあ向かい角と、あのブレーキングとかで話するとまあ簡単なんですけど、まあこう揺れの、どんな揺れしてるか、ちょっとで、こう間がありますよ。で、自分の道具で、自分の体重で、自分のハーネスで、周期は決まってるはずなの。で自分のピッチングの周期って大概決まってて、私とあなたと違うんで、で僕は1,2,3 とかでこうあの e ランニングでやってるんですけど、それは僕のタイミングで、ただ引き方は 1,2 で引いて3で上げてみたいな感じだね。じゃあ 1,2 どこなんですと、真下を過ぎるちょうどその時 で 1,2 でポンと離して、パイロットがどんなふうな考え方をするかというと、パイロットの飛行経路と翼のなす角が向かい角でしょ。だピッチングするとこう揺れるわけで、上がってるところに上げながら翼をいい位置に持っていく。で向かい角は、例えば通常、まあこれも話したかもしれない、通常の向かい角が10度だとしたら、ピッチングしてても10度なの、ここも10度で、そのうちパイロット下がってくるじゃないですか。で追い越してって10度に保って、で10度のまま加速してくる、そんなようなイメージで、だから最小のインプットで柔道を保って、で離して追いかけてって、それでアクセレーション、これこういうピッチングが一つね。それが今日やってみてもらってもいいです。こう富士山横に見ながらこうやってピッチングやって、ちゃんとやるとすごく格好がいいの。パイロットの飛行経路と向かい角がぴったんこ合えば全然下がらないピッチング、揺れてるけど全然ちゃんと飛んでるなみたいなピッチングを一つできて、今度はわざとピッチング2っていうのはわざと向かい角を大きくするの。で、それはこうやってクライミングしてちょっと持ってるんですよ。ちょっと持ってるとパイロットが下がってくるじゃないですか。そうすると向かい角ってむちゃくちゃ大きくなるわけ。本当は10度で行きゃいいものをわざと20度とか25度とかにする。そうすると翼ってパラグライダーはちゃんとできてて、向かい角大きくなったら自分で自立安定でちっちゃくなろうという力が働くんですよ。それを感じてほしいの。なんで、あ、ちょっと向かい角大きくなったなっていう時に、うわーっとこう前に行く力を感じるような
き方っていうか話し方っていうか持ってるっていうか、でこうクライミングしてポンかっこいいひねりのこんな感じで、ね、アクセレーションで真下すぎるぐらいで引いて、まあ引く量は少しでどこか決めればいい、引く量で引き方はね等加速度的に引くのドンじゃなくて、で離すまで引いてるから、でそれでいいピッチングができたとしますよね。で今度はピッチング2はこうやってクライミングでサーチの時に持ってるわけと、パイロット下がってるじゃないですか、パイロットの飛行経路、そうすると向かい角が大きくなるから翼は前に行こうとするの、そのエネルギーを感じて前に行かせて多少コントロールしてちょうどいいところ、カックンヘにいい時のいいピッチングのこのアングル覚えておいて、上見てると分かんないですよ、前見てだいたい水平線で、あこのぐらいっての覚えておいて、ピッチング2もこうやってうわーっていくところで止めてもいいです、止まったらポンって離す、でアクセレーションを起こす、そこが大事なの。アクセレーションを異常飛行とかになった場合は、例えば失速するとなんかねふにゃふにゃしててわーっとこうパイロットが下に向かってって、むちゃくちゃ向かい角大きいわけですよ、90度っていうか、それに関しては翼さんがこうピューッと前に走って向かい角を正常にしようとする力が働くんですよ。 それで前にピューンと行くので怖がらないで前にやって、そこで止めて、でピッチングズみたいにで止まったらピッと離して、アクセレーションでこう向かいちょうどいい向かい角に回復してくるっていうのが、あの失速からのリカバリーとかなのね。だからそんなこともいい意味して、とにかくねパラグライダーはアクセレーションが起きればちゃんと飛んでいくんですよ。なんかふにゃふにゃになっておかしいなっていう時も、うわっとこうちょっと前に揺れてヒューッと飛んでいく道具なのね。だからそのアクセレーションを自分でさせるみたいなのがピッチングツール、わざとちょっとうわなんか変な感じで止まったら、止まった時持ってたら失速でしょ、だからそこは離してヒューッていくみたいな、そういう練習と思ってやってみて、じゃあパイロットの飛行経路と向かい角を意識したピッチングで、しかもインプットは最小で揺れを利用してタイミングと引く量と引き方と離すタイミングでどれだけ動かせるかみたいなことにチャレンジしてみたりで、動くようになったら今度はじゃあピッチング2で向かい角を、あちょっと高に行くなみたいなこと感じて、前で止まったらピュッとアクセレーションようなことをやって、で決して派手な演技は求めなくて、最小の動きをまあ、ミニマムちょっと動いてるのを持続性のあるちょうど、あ揺れを分かってんなこの人みたいな演技をしてもらいたいなと思います。はい、じゃあやりましょう。風もいいし、一応風に向かってやるんですかね。風に向かった方がいいですね、運営安定しますよね、はい、追い風でやるよりさっき練習したんだけど射撃場に向かってやってたからやめてって言ったんですけど風に向かってやった方が楽です。大概南なんで、まあ、ほとんどないとして、こう横方向、ピッチングは横方向、ローリングとかは、後ろから見たいと思います。結構サーマルもあるけど、まあ、ちょろっとやってサーマル座りにして遊んでたりんで、で、秋があったらやっていいですよみたいな感じになると思います。とりあえず出て北尾根に行ってテイクオフの前を通り過ぎるように、まあ、ピッチングだけにします。ピッチングでもいいね、はい、でそれを全員のを見て果たしてどうのみたいなのをビデオアップしますんで、俺多分コメント入りなんですよ、僕の。あこうした方がいい、あした頃にっていうのを人のも見て研究するっていう。じゃあそういう材料作りましょう。今日は2、4、6、8、いっぱいいる3時半には追い風になりますよ。みんなどんどん出ましょうね。はい、何はなくともテイクオフがちゃんとできなきゃいけない、パラはね。はい、ということで頑張りましょう。はい、タイミングいいかな。はい、笹川さんいい感じ。そのままその大きさ継続していきましょう。すごくいい。はい、ほぼ完璧です。はい、いい感じですね。すごくいいです。パイロットのアップダウン感じてくださいね。引くときにパイロットをできるだけ高く上げるようなイメージで、そーっとポンと離して、
はい、でアクセレーション十分したところで上に向かって OK です。すごくいいです。もうちょっと引いてる時間、もうちょっと引いてる時間長くていいよ。引いて引いて万歳、待って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 、まだまだ、引いて万歳、もうちょっと引いてる時間長くていい。引いて引いて万歳、はい、そんな感じで、もうちょっとね長く、引いて引いて万歳、はい、手上げるの早い、もうちょっと溜めて、引いて引いてパッと上げる、はい、そのぐらいで、そのリズムでどうぞ。あと引き方は柔らかく、同じ量柔らかく、同じ量引くんですけど柔らかく最後までいく感じね。引いて止まってるんじゃなくて、引き続けて万歳まで引き続けてる感じでね。はい、少し良くなった。引いて引いて万歳、はい、今のタイミング、それでいい。行くタイミングもうちょい遅らせようか、もうちょっと、そう、そのぐらいでパッと離して、そう、待って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 、はい、そんな感じで行ってみよう。行くタイミング、引き方もうちょい柔らかく、引くタイミングを遅らせて引き方は柔らかく、はい、動くようになりました。引くタイミングちょっと早いから遅らせて、はい、今止めた感じで OK よ。引くタイミングで動きが全然変わるんで、で離すのちょっと遅くて、遅いと前かぶるんですけど、そうじゃないやり方をしたいんで、ちょっと練習して引いたらすぐ上げる感じでやってみてください。はい、ポジショニング最高です、どうぞ。タイミング、離すタイミング、ちょっと早いかな、どうだ、万歳、あんま動かないね。完全に万歳して、万歳して、万歳して、待ってる待ってる、待ってて待ってて、まだまだまだ、はい、引くのもちょっと早いかな。万歳して、待って、まだ引かない、まだまだ、そこで引く、万歳で、待ってて待ってて、はい、ちょっと動くようになったでしょ、そんな感じで動かして、パッと離す、待ってる待ってる、万歳して待ってて、はい、そこから引く感じ、はい、ちょっとリズムを自分なりにやってみてください。小さくていいんで、リズム、弾くタイミングと話すタイミングが合うように練習してみて。安留さん、話すタイミング遅いな。弾いて、話す、万歳。待ってる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 。弾いて、万歳。そう。動かしてね、パイロットを高く上げるよ、ゆっくり引いて、はい、もうちょっと一回止めてやってみようか、まっすぐにしてから、はい、どうぞ、はい、パッと離す、パッと離すで、待ってる待ってる待ってる、いい感じ、まだまだ、引いて離す、
はい、引くタイミングちょっと早いよ。もうちょっと我慢して引いて離す。はい、で待ってる待ってる待ってる、引いて離す。そんなタイミングでちょっと練習してください。もうちょっと前に動かしたいんで、はい、Uターンして練習始めて、引く量もうちょっと多くてもいいですから、引き方ソフトにね、はい、やってみてください。はい、もうちょっと振りを大きくしてみて、引く量を増やすだけなんだけど、引くタイミングをちょっと遅らせてみようか。我慢して我慢して我慢して、そこから引く感じの方がパイロットが高く上がる感じするでしょ。下くぐってパイロットを高く上げてやる。でパッと離す感じ。はい、まあタイミングはそんな感じね。あとは引き方がちょっとガツッと引かないで、ゆっくりその量って感じ。ゆっくりその位置まで引いてパッと離す感じ。そう、いいよ今の感じ。ゆっくり深くパッと離す感じ。あのパラグライダーって揺れて飛んでるんですよ。で揺らさないで飛ぼうとみんなしてらっしゃると思うんですけど、揺れをうまく利用して飛ぶみたいなことをテーマとして基礎練をやってます。で、まあ、ウエイトシフトとあとこうインプットのタイミングとか量とか引き方とかで翼を思ったように動かすみたいなことなんですよ。だから空中にはなんか教習銃ならね S 字クランクとかあるけど空中にはないじゃないですか。でだけれどもそこに自分でイメージして翼をトレースさせるみたいなようなことをやってみてるんですよ。はい、そうなんで、はい、あれなんか綺麗になりましたね、これ額が飾られて。さすがこれ藤野さんの、俺はこの辺に置いてあったけど、まあ最終的にはね、結局早く高く上がりたいとかじゃないですか。でサーマルセンタリングもサーマルを利用してこうクライミング、要するにこうやれば上がるじゃないですか。でアクセレーションでターンしても上がらないですよ。だこうクライミングしながらターンをしてそのまま継続させるみたいなところに多分行き着く。であの人できる人、あの人できる人して俺もまあできるかなみたいな。ただターンしてるんじゃなくてこうちょっとこう上げながらターンするみたいなところに多分つながっていくはずなんで、まあ練習したらいいかなと思います。でそれはこう欲深い目標じゃないですか。で本当の、大事なところは、まあ、ちゃんとランディングしなきゃいけないっていう、こう、ね、木に引っかかるんじゃなくて、ちゃんとセーフティーに降りるためには非常になんか怪しい荒れたようなコンディションの中でもリスクなく降りれるようになりたい。で例えばウィンドグラジェントとかっていう話よく聞くでしょ。この間ウィンドグラジェントかな、なんか変な降り方になりましたみたいなようなところはやっぱり速度を殺してったりとか揺らさないように飛ぶと失速したりするんですよ。だそこはうまく揺らして飛ぶと、意外と切り抜けられるみたいな感じになってくるんです。だから真の目的は、ちゃんと降りるために翼をこう うまく揺らしてぶつかんなきゃいけないけど、ギューンと速度のあるアプローチをして、例えばあのアクロバットの位置がピューってこう湖面にタッチしてピューンって速度つけてピョッと降りるじゃないですか。あれってあんな失速するわけないですよ、すごい速度だから。だから最終的にはそういう降り方ができたらいいのかもっていうようなところに多分行き着くはずなんですよ、やろうと思う中です怖いですみたいなところで、まあよく僕が例に出すのはあのエクサルツの動画でクリスチャン・マウラーがご存知かと思うんですけど、雨の降ってる日に降りようとしてるわけ。最近のパラグライダー濡れると失速するんですよ。でもうびっちゃびちゃなわけで、の降り方を見てるとこう
ずっとウィングオーバーやってる、ローリングやりながらこうなった時にポンポンって水をはたいてるわけ。ヒューンパンパンって見たことない。ヒューンパンパンって降りてくる。だからあれはあのだいぶ前なんですけど、ジンの機体だったら GTO って機体あったんです。雨降ると落ちる。で落ちない機体もあるんです。昔の機体は落ちなかったんですけど、最近だんだんなんか落ちるようになってきたんですよ。濡れると多分性能が良くなってるのか知りませんけど、だそういう時にもこうわざと揺らして、揺らして降りると怒られますよ、エリアとかで。みんな揺らさないでって言うんですけど、でもそうやって降りれるようになれば、あのそういう最悪のリスクは避けられるしっていうことで、であの基礎練をやっていく中で、あの16年前ぐらいに始めたんですよ。2007年に始めたんですけど、大事なことに気がついたんですよね、3、4年してで。何かというと、もう答えを出しますけれども、サーマルセンタリングはみんな上手なの。サーマルの中だと旋回はうまい。だけれども今日スパイラルやってギュンってなったの、あれわざとあのぐらい入れた、勝手に入るね。まあまあそれはまた別として、例えば最初の時に旋回3回回ってここ終了みたいなことをやったじゃないですか。360度旋回をちょっと急なサブロックを3回安定したのをやって富士山で終了っていうのを、当時中村さんがまだ生まれる前ぐらいですけど、トップコンペテーターの連中を集めて、実はここのを始めた理由は僕自身がみんなと一緒に飛ぶことで上手くなりたかったんです。でみんなと飛ばないとわからないじゃないですか、自分一人弱いになっちゃうんで、みんなで飛んで比較してどうだったああだったってことをやりたくて、みんなを呼んでやったんですけど、でこう天気の悪い日にちょっと360旋回3回回ってワンってやってみようよしたら誰もできないんです。みんななんかあのランチャーのホームして終了みたいな感じで、だけどじゃあ旋回技術パラグライダーってそういう道具なんですよ。なんか旋回は入りにくくてすぐ戻っちゃうみたいな道具じゃないですか。振り子安定っていうかこう重心が遠いからこうやって遠心力をキープしとくのが結構難しい。でひとたびちょっと速度が落ちるとフィュッとこうなってしまう。でそれをコントロールできない人が ほとんどだった。あっちゃんもそうかな、うん、当時のトップコンペテーター。ああ見えて結構ね行ってるんですよ、はい、だいぶ前から昨日20歳の時の話してたもんね。20歳の時のパラグライダーはって話、まあ、30年以上前の話ですけど、まあそれはいいのして何の話だっけ、旋回、はい、だから そういうなんか不可解な道具を、あ我々はなんか思ったように操縦しているつもりなんだけども実際は狙ったところから大いに外れてるわけじゃないですかね。じゃあなんでトップコンペテーターのって言ったら、サーマルの中だと旋回うまいわけ、ちゃんとセンタリングしてこうやって狙ったところに行くわけだけれども、安定した距離だと行かない、なぜみたいなことにこう疑問符がいっぱい、我々真面目だったんでこうなんでやろうねみたいな、向かい角かねなんとかなんとかねみたいな感じで、で結局ねコンディションなんですよ。上昇気流の中は回りやすい、で下降気流は回りにくい。それなんとなくわかるでしょ、なんか旋回しててブーってなると回らないなみたいな感じのことが起きてる。で上昇気流はなぜ回りやすいかっていうと、なんでだと思います、まあ、聞くのもなんで、あっちゃん、あの人は答えられる。上昇気流の中は旋回しやすい、なぜですか。強いから引っ張られる、うん、はい、っていうかね、あの上昇してるんでこう張りが良くなるっていうか、だから僕は裸で60キロそこそこなんですけど、上昇気流に入ると多分80キロぐらいなんで、自分の機体に80キロの人が乗るとピュッと速いじゃないですか、速いイコール旋回しやすいみたいな、そんなイメージなんで、例えばふっとこうシンク体に入ってエアポケットみたいなね入ると全く飛ばなくなった経験ないですか。
この間ランディングで、あやばいみたいな。あれは下降気流だから、そうパラって軽くなって飛ばなくなるみたいなことで多分落ち着いたんです。だからでケラシとか昔、最近あんまり行かないですけど、行ってまっすぐ飛んでて勝手に失速したことあります。あれっつって、その時はやっぱり荷重が抜けてるんですよね。こう要するに重さがないとパラって飛ばないじゃないですか。で重いとよく飛ぶ、軽いと飛ばないみたいなことに気がついて、じゃあどうしようかみたいな話で、その安定した気流の中で少なくとも旋回できるようになろうぜっていうことで基礎練を始める。で揺れを利用すると旋回しやすい、ね、こううまくやれば、要するに上でも説明しましたけど、こうピッチングもう向かい角が例えば何度で飛んでるか僕ら知らないですけど、こううまくピッチングすると、通常の向かい角が10度で飛んでるとすると、向かい角って、あっちゃん向かい角って何ですか？パラグライダーの場合は答えなさい、インストラクターグイグイ来ます、そこにいるもん他の人に聞けないじゃないですか。向かい角っていうのは飛行経路と翼のなす角じゃないですか、ね、飛行経路と翼のなす角ですよね。飛行経路っていうのはこう飛んでいく方向と翼のなす角、これが向かい角で、パラの場合は重心が遠いところにあるんで、パイロットの飛行経路と翼をなす角、そこを揺れてるとどうなのみたいなことになるじゃん。でなんでパイロットの飛行経路が、例えばピッチングでパイロットが上がっていった場合は、翼がここでこうなって向かい角がちょうどいいみたいなイメージで飛んでほしいんですよ。だからパイロットが上がっていくときはブレーキコードちょろっと引いて、うまーくこうやると、これで向かい角10度で、このまましとくとパイロット下がっていくと向かい角大きくなるでしょ。パイロットの飛行経路が下がっちゃうと、これ向かい角相当大きくなるんで、その前に先行っといてよっていうので、ここでアクセレーションでちょうど向かい角10度で行って、まあ10度じゃないと思う、多少あるかもしれないけど、ちょうどそんなに悪くない向かい角でこう揺れを利用しながら飛んでいくと、さっき下で最初に飛んだ人が見てたら、うまくやってる人は下がらない。要するに普通の滑空飛通りの滑空飛と同じような角度でピッチングがいくみたいなのが最初にやりたいピッチングなの。ピッチング1って言ってます。なんでピッチングっていろんなできないですよ。こうやって引いてこういうピッチングもできるわけ、なピッチングもできるんですけど、向かい角がなんか大きくなったりちっちゃくなったりしてるんですよ。こうやって。で、そうするとやっぱりちょっと多少こう下がっていったり。なんで一番、滑空比のいいピッチングを今目指して今日練習した感じだ。なんで家帰ってちょっと見る暇なかったら、それ見てほしいんで、こうやって。どのタイミングで。で、ピッチングの良し悪しはなんで決まるかというと、4つの因子しかなくて、ブレーキングのタイミング、リリースのタイミングと、引く量と引き方、その4つ。引く量を例えば20センチとするじゃないですか。引く量、引くタイミングは分かったでしょ。引くタイミングはここ真下でちょっと上がりかけたぐらいで、離すタイミングは持ってたら向かい角大きくなっちゃうから、大きくなる前に離して、こうパイロットが放物線を描いてるすると、上に向かっていくカーブの時は引いてて、下に向かう時はもう離して下向いてて、それでまたアクセレーションっていうような感じ。放物線ってこういうカーブしてるじゃない。下に向くカーブの時は離してる、アクセレーションの時は上に向かっていくカーブが始まって、でそのカーブをこう自分のインプットで上げてやってみたいなのがいいピッチング、やってみたいピッチングですね、はい、と思ってこうビデオ見てください、ね、そんな感じ。その後でやりたいのがピッチング2、それはわざと向かい角を大きくするやり方だ。同じようなんですよ、ピッチング1と一緒で、で離すタイミングを遅らすの。そうするともうこの人上に向かっていくカーブを過ぎて下に向かっていくじゃないですか。
でこう持ってるわけだから無外角が相当大きくなるわけ。そうすると無外角が大きくなった翼は自分でリカバリーしようとこう前にシュートするっていうの、ダイブっていうか、そういう道具なんですよ。こういう安定なんで、大きすぎたらここに戻ろうとする、ちっちゃすぎたらこうなろうって、でそれわざと大きくしてやってグーってするパワーを感じてほしいので、その前に行く量行き度っていうか角度を調整して、でパッとやってアクセレーションでこう十分なエネルギーを保つ、だからピッチング1と同じエネルギーが出るぐらいのピッチング層をやって、それでその後で彼がやろうとしたピッチとロール、そのエネルギーを使ってえいってやって、またこっちでピッチングえいピッチングみたいな、そうすると自分でこう180度回るようなトレースを描けるじゃないですか。例えば追い風でピューッと入ってピューッと180度回って向かい風で降りるってこともできるようになる。かっこいいでしょ。やってみたい。中村さんならできると思う。しくじってしくじってドサみたいな。あのね、あの青森だって雪の上でできますね。雪の上でそういうことにトライしていただければいいからですみたいな話なんですよ。なんで、まあ基礎練をやる意義っていうか、こううまく揺らして、で最終的にはうまく揺れを利用して地上付近って風が気流が乱れるわけだから、その多少気流乱れてても速度のある旋回をしながら降りるみたいなことまで やれればいいのかなという話です、はい。でまあそれがテーマなのかな我々の、はい。でまあこう人より高く遠くに速いっていうのはみんなの希望なんですけれども、それをあのみんなで飛ぶことで見えないサーマルを可視化してる。今日もずっと話してたんですけど、上がらない上がらない、だからあの教科書に書いてあるような、教科書通りにサーマルは発生してるかもしれないけど、そこに行ってもサイクルがあるからないことは多いですよ。だから思ったところにサーマルがないことは多いですよね、井上さんね。そう、井上さんはもうまさにメンターセブンに乗り換えてから一回も上がらないっていうことで、それを俺は解消してあげたエアパークでこう見てて、井上さんあのなさまいで上がってきてる機体の旋回の中心を左旋回で左に見ながら行ってみてって言ったら、ピューッと今度はあっちさんが先で、今まで一番高かったことない人まで一日一番高いところにいました。それで多分僕に信頼をしてるはずです言うことを聞いてくれるようになって、なんで、まあ、今シーズンもよろしくお願いします。でワンシーズンだけじゃ多分足りないんで、ずっと長い付き合いさせていただければと思います。藤野さんともども、あっちゃんともども、今シーズンもよろしくお願いしたいと思います。